はい、皆さんこんにちは。今回は選挙の開票所で確認しましょうについてです。有権者は誰でも投票箱を開ける開票所を参観できます。しかし最近は体育館の2階席から参観できなくなっています。実際このような開票状況だと見ていただきたいです。少し前の国政選挙の開票状況ですが、毎回同じような状況です。実は皆様のイメージとは違っていないかご確認いただきたいです。
ただいまから衆議院小選挙区選出議員選挙の午後10時30分現在の候補者別得票数を発表します。発表は立候補届け出人とし、選挙は役立つといたします。立憲民主党井戸正恵3番、自由民主党平正明4番、希望の党南波一雄1番、日本共産党青山公平1番。なお、得票数の発表は、おおむね30分ごとに開票率が 20% を超えるまで行い、同時に候補者別得票数を同時に提示いたします。開票率は 38.03% です。勝ちやすくなってんだよ。